LGBT 対策委員会に設置しました。その報告、さらには委員長に西川浩也氏が募集に対応、それからこの TPP 対策委員会で、これから長丁場で経済となって議論が始まる、そういうことも申し上げました。でそれではですね、今日はちょっとお休みから始めまして、時間が押しても改めて日を改めて1回の時間を使って、そしてその本人は、数名じゃなくて相当な人数が申し上げに構いません。そこで総理が総理首脳会談についてのお話を、あるいはご意見も述べられるポイントだと思います。総理の決議について一人はどのように、総理ですか、総理は前回から同じような決議でございますが、総理は西郷私の方から2枚目のですね、守るべき国益について6項目が記載されています。この6項目をしっかり踏まえてください。わかりました。それから あとは今までですね、党内で議論された適切な項目がありますが、それも見ることができます。それもう一つはですね、今日28人の国会議員が発言されておりますので、その28人の発言要点をまとめたものを総理にお渡しをいたしまして、総理は一日目を通されておりました。いずれにしても今日はあまり時間がないものですから、また日を改めて総理としては時間を設定するので、それでよろしいですなと思います。報酬の参加もですね、有名な時期どうですか。そういうことは全く臨機もありませんし、それがいつも判断されて、そういうことは全く我々としては感じしておりません。それだけでもいいし、今は幹事長と話しました。大体の日中は決まっているんですが、総理が数字の示していないと思うので、多分今国会の動きなんかで一日が動いてまずいと思って、総理がそういうのを話されたと思います。幹事長と相談して日中は大体対応しています。だから総理はその時に、具体的には、幹事長と話をして1時間ぐらいの時間で今度話をしました。承認ではなくて相当な人数で構いませんよと総理が言っています。